アメリカ陸軍による粗速弾の概念図。7センチメートル粗速弾の内部には7個の死弾が収容され火薬によって打ち出される。ばらまかれた死弾内部には爆頭が各1個収められており、爆頭は死弾からさらに打ち出される。爆頭はケーブルへの接触によって炸裂する。本図では爆頭が描かれず、死弾が直接炸裂するように誤って描写されている。 素速弾発射機とは第二次世界大戦中に日本軍が開発した対空兵器の俗称である。発射機の名称は7トル打ち上げ等及び8トル打ち上げ等である。また、昭和15年から昭和17年まで合計4トルの打ち上げ等と谷役が開発されたがこれは実用には至らなかった。開発のコンセプトは超低空に侵入し、 攻撃をかける敵機から部隊を防御するため、低空に浮遊する弾幕を作るというものである。弾幕を構成する砲弾は素速弾と呼ばれた。7センチメートル打上素速弾は内部に7個の死弾を詰めており、高度400メートルほどに打ち上げられた後に破裂して、死弾を放出する。死弾の内部には1個の爆頭が収められ、死弾はこの爆頭をさらに打ち出し、 50メートルほどの距離に散布する。四段のケーブル長が1メートルの場合、カーチスピー40の受弾面積は18平方メートルと計算された。爆灯の間隔が上下左右約25メートルの時、命中降散は3%と算定された。素速弾数発を打ち上げて、この上下左右25メートルの圏内に爆灯20個が浮遊する場合には、 命中降参が15%となり、さらにこうした弾幕地帯が複数存在すれば命中降参は50%程度になると見込まれた。またケーブル帳を伸ばすことで命中降参が高くなった。用法としては筒を多数陣地に配備し連続発射によって弾幕を作った。砲列を作るには風上に向かって支柱を地面に刺し風速と高度に応じて 射角を与える。陣地には20門程度を配備し、毎分20発程度を打ち上げる。この兵器の長所は多かった。ただし、以下の欠点があった。この発射機と弾薬は、陸軍技術本部が昭和15年から開発を行っており、同年11月の富士演習場における、気候演習において初公開された。昭和16年10月には、 各種機関に実用試験を委託し、回収を加えれば実用価値があると評価された。ただし、回収内容は打ち上げ高度を800メートルに延長するなど実現が難しく、整備は回収を加えないままに進められた。7センチメートル打ち上げ等の仮正式制定は昭和19年8月の回収後である。昭和19年3月には、 姿勢 8cm 打ち上げ塔と弾薬が完成し、5月10日に仮正式制定された。素速弾は海軍を使用し、クレ軍港への空襲の際に5機の敵艦載域を撃墜したとされる。7cm 打ち上げ塔。左方の支柱を地面に挿して、射角を与える。闘身は、闘底で合体し、闘底は床板と2個のボルトで接続されている。 この筒は陣地に数十門を配備し、多数の弾薬を打ち上げて、対空弾幕を構成した。床板、右側に描かれているものはボルトを締めるスパナである。一般的な継ぎ目なし交換で、長さ 820mm の刀身が製造された。刀身は陶底に、ネジ状にはめ込まれ、陶底はブロック状の床板に2本のボルトで結合される。床板には、 長さ3 5 0ト、mm、ルの支柱が通され、後方へ長く伸びている。この支柱は地中へと埋め込まれた。到底の中央部には激震がねじ込まれており、粗速弾を落とし込むと弾薬底部の雷管を激震がついて発射薬に点火する。激震は接損が多かったため予備が9個付属した。昭和19年作成の兵器臨時価格表によれば、 予定価格は1期300円である。98式公社機関法は24,200円だった。施策は名古屋造兵所厚田製造所による。構造は7センチメートル打ち上げ等とほぼ同様である。等身に3インチガス管を利用した。基準としては10等を集中使用した。昭和19年作成の兵器臨時価格表によれば、予定価格は1期400円である。 粗速弾には様々な種類が存在する。ありがとうございます。